続いて BA メロ丸2になるんですけども、繰り返しです。コード進行もほぼ一緒、最後ちょっと違うだけでほぼ一緒です。でこちらに関しては実は繰り返しです。繰り返しをしてるだけ。まあただ上を向いて R コーをただ繰り返ししても楽しくないなっていうことで、自ハモを最初作りました。こんな感じです。ですね。これの作り方は、自ハモの作り方、まずはこうコピーします。ちなみになんで自ハモ入れたかってさっきも言ったと思うんですけど、繰り返し飽きるなと思って、でちょっと入れてみようかなと。美味しい歌詞だし、上を向いて歩こうってね。まずは私の自ハモの作り方をコピペをします。コピペしたら和音に合わせるんですよ。例えばここは上を向いて G の和音ですね。だからソのソシレになるはず。ソシレで、今リードはソなので、ここをシにしてあげたいなと。こうシ、これだけで和音がなるんですよ。ちょっと綺麗ですよね。ただコードの音を使っただけで、リードの動きに合わせるとソからラに1個上がってる。じゃあコーラス、あ、ジハモも1個上げようと。シからドにしてあげよう。ただドにしてあげるとコードとちょっとぶつかるんですよ。ドの音ないじゃないですか。ソーシーレなんですよ。ってことでここちょっとレにしてあげるですね。同じ感じ。ムーイテはここは E マイナー、ミソシの音なので、ここがシだからここはミにしてあげると。ここでミソシミソシになると。同じ、ここもミソシのソシを使ってると。そう、うん、っていう感じですね。ただそれだけ。同じ、ここもそれだけ。ただコードの音と合わせてあげてるだけですね。もちろん本当はちゃんとリードに合わせていろんな動きをしてあげるのがいいんですけれども、私なんかも分かんないですので、ただコードに当てはめてるだけです。それだけである程度聞こえますので、よく。ですね。という感じ。で、自ハモをつけてあげましたと。自ハモをつけてあげて、あとは3本とトゥントゥンも一緒、ベースも一緒、全部一緒です。繰り返しするだけ。繰り返しして、まあ、ただちょっと飽きるなっていうことで、後半の方からトゥトゥってリズムを付け足しました。でここ見てください。先ほどベースを美味しくしたとこあるじゃないですか。 B7 ですね。これさっきみたいに音が4つあるけど、美味しい音使って3つにしましたよね。本当はシレファラっていうところをシをカットしてラレファにしたんですよ。ラレファ4つのところを3つにしました。まあ、ただここ美味しいベースもあるので、ちょっとコーラスもまたアレンジしようかなっていうことで、ここトゥトゥトゥの音をまた変えました。といってもこの音見てみると、シファシャープラ、はい、シファシャープラ、これも Bm と同じなんですね。あ、間違えた。B7 と一緒なんですよ。ただ、音の展開と使う音を変えただけ。ちょっと美味しくなりましたね、さらに。ベースも一緒に、コーラスも美味しくなった。ここ。ここに関しては、サビに向かっていく、幸せはの盛り上げに向かっていくためにトゥントゥントゥンをやめて、やっと和音が見えるようなロングトーンかつベルトになりましたということですね。まあ見ていただくと分かるんですけど、 A メロは本当にウトゥン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 ばっかなんですよ。パーカスはドンタドンタドンタドドターン、ベースはダーンダダーンダダーンタ、全部シンプル。まあこれはあえてですね、
この曲はポップでちょっと明るい感じというか変な人の感じを出したいので、うんちゃんうんちゃんと楽しく、まあなんていうの、リズミカルになるようにということで、 A メロに関してはあまりハーモニーを出したくないです。どちらかといえばコーラス帯はリズム帯になってほしいんですよ。リズムを作りたいだけ。リズムにちょっと音が乗っちゃったよっていうぐらいのイメージ。それを踏まえて聞いてみてください。コーラスはあまり遊びすぎず、ただリズムに徹すると。ということですね。ほんとリズムに徹してる。シンプルシンプルシンプルと。ただ最後はウォーオーで来るぞ来るぞと、今までのうんとんうんとんのリズムが崩れたという瞬間、場面変わりますよっていう感じを出してるんですね。うん。でパーカスもよく見るとドンタン、ここプッ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 っていう感じで、また新しいフィルウィンというんですけど、ちょっとおかずを使いました。まあ、こういうおかずの作り方も結局は引き出しなので、いろんな曲を聴いてみてください。私はよく使うリズムです。はい。